はい、純玉癒しカウンセリングの心理カウンセラー純さんです。いつもこのチャンネルの動画を見ていただきありがとうございます。今回は HSP さんが落ち込んでしまう心理と原因についてお話ししていきますね。あなたは普段の生活の中で毎回気分が落ち込んで辛いなとそのように感じて悩んでいたりしませんか？一度落ち込むと長い時間落ち込んでしまうなと感じていたりとか、何かあると自分を責めてしまうということが辛いなと感じていたりとか、ストレスをうまく外に発散できなくて、そのため落ち込んでしまうのかなと感じていたりとか、仕事で失敗を経験したりとか、周囲の人間関係に悩んでいる時に自信をなくしてしまって深く落ち込んでしまう経験をあなたも一度はしたことがあるのではないでしょうか。で、私自身も過去に長期間落ち込んでしまうということがよくあったんですよね。過去にですね、私は燃え尽き症候群となって休職をしていた時があったんですね。周囲の人は普通にできているのに、なんで自分だけうまくできていないのかなとか、そのようにずっと考えて、そのことがですね、頭からずっとこうぐるぐる回ってしまって離れられなくなってしまったってことがあったんですね。で、寝ても覚めても、もう毎日自分を責めて深く落ち込んでとても辛かった経験をしているんですよね。HSP さんとのカウンセリングでもそういった気分の落ち込みについて、ここからこううまく立ち直れるようなそういった自信がなくて困っているんですよねと、そういったお話を聞いたりとか、立ち直りたいんだけれども今何をすればよいのかわからないんですよねとか、そういったお話をお伺いするということがよくあるんですね。で、また大きな不満とかそういったことを感じていなくても、小さいストレスが積み重なっていって落ち込みやすくなっている HSP さんもいるなと感じます。今回は HSP さんが落ち込んでしまうようなそういった心理的な原因であったりとか、落ち込んだ時に立ち直る方法についてお話ししていきたいと思いますので、ぜひ最後まで動画を見ていただけると嬉しいです。で、この HSP さんについては過去の動画でいくつか詳しくお話ししている動画もありますので、気になった方はこちら見ていただけると嬉しいです。こちら説明欄の方に貼っておきますね。私は普段心理カウンセラーとしてオンラインを中心にカウンセリングをしています。この YouTube では心理学的視点から日々の生活のお悩み解決法についてお話しさせていただいています。今回の動画を見て良かったなと感じていただければ、高評価とかチャンネル登録をしていただけると嬉しいです。はい、まずはじめに HSP さんが落ち込む心理原因についてお話ししていきますね。まず一つ目が、長い時間悩んで考え込んでしまうということがあるんですよね。 HSP さんは一つの出来事に対して長時間深く考え込んでいってしまうといった、そういったことがよくあるんですね。HSP の特徴に深く考え込んでいくといった、そういった特徴があって、仕事でしたミスとか相手から言われた一言が頭からずっと離れられなくなったりするんですね。で、私も過去に仕事でミスをした時に、上司にこう注意をされた時ですね、自分だけこう特別に恥をかいてしまったんだなと、そのように強く思い込んでしまったりとか、これで自分はこの上司に嫌われてしまったのかもしれないなと、そのように感じることから、ずっとその出来事が頭から離れられなくなってしまったってことがあったんですよね。カウンセリングの場でもそういった過去の私と同じような、そういう体験をしている HSP さんが多いなと感じるんですよね。で、またこう落ち込みやすい HSP さんには、失敗をしてしまうのはこんな自分だけなんだと、そのように思い込んでいる人もいたりするんですよね。そのようにこう自分以外の人はこんな簡単な仕事でミスをしないんだとか、そのようにこう思っていたりとか、ミスをするのはこういう自分だけなんだと、そのようにですね、こう自分だけなんだと、そのように強くこう感じてしまって、余計に落ち込んでしまうということにつながっていくということもあったりするんですよね。はい、次に HSP さんが落ち込んでしまう心理原因の2つ目としては、自分を責めてしまう自己否定感がとても強いといったことが考えられます。過去の出来事を思い出してずっと考え込んでしまうということで、こんな自分が嫌いだなと、そのように自己否定しているということがあるんですよね。私も過去仕事のミスを家に帰ってきてもこうずっと考えてしまって、自己否定していたことがよくあったんですね。またやってしまったよ、本当にダメな自分なんだなと、そのように自己否定していたりとか、周囲はうまくやっているのに、なんで自分はもっとうまくできていないのかなとか、そのようにですね、強く自己否定してしまう、そういった癖ができていって、毎回自分を責めてしまうようになっていったんですよね。そのようにして、その過去の出来事をずっとこう引きずってしまうということで、自分は
本当になんてこう情けない人間なんだなと、まあ、そのように感じていて、どんどんこう自分を責めてしまったりとか、あの時本当はもっとこう違った行動をしていれば、もっと変わったことになっていたんじゃないかなとか、まあ、そのように感じてですね、こう過去を悔やんでしまうということで、自己肯定感も低くなってしまうということもあるんですね。自分以外の人がこう成果を上げて、例えばこう褒められている時のような、そういったイメージがどんどんこう自分の中で強く印象に残ってしまったりするということで、あ、自分だけが失敗しているんだと、まあ、そのように感じて落ち込んでしまうということもあるんですよね。はい、次に HSP さんが落ち込んでしまう心理原因の3つ目としては、ストレスをうまく発散できていないといったところが考えられます。 HSP さんは周囲の人の相談の聞き役になっているということも多くて、自分の悩みとか気持ちを内側に抱え込んでしまっているということもよくあるんですよね。カウンセリングの場でも毎回聞き役となってしまう、そういった HSP さんのお悩みをお伺いすることがよくあります。職場で自分が辛い時に話せる人がいないんですよねと、まあ、そういったお話を聞いたりとか、悩みを打ち明けて相談に乗ってくれるような人がいないんですよねとか、まあ、そういったことで悩まれている HSP さんがとても多いんですよね。聞き役だけになってしまうということで、自分が話をして気持ちを発散させるということが難しくなっていったりするんですよね。そんな時にやはりこう少し愚痴をこぼせるような人とか、話を聞いてくれるような人がいればとてもこう心強かったりしますよね。ですが HSP さんはその話を聞く相手の気持ちを考えているということで、相手に迷惑をかけてしまうのではないかなと、まあ、そのように話した後の相手の負担であったりとか、その後の関係性を気にしてしまって話せなくなってストレスも溜まってしまうということもよくあるんですよね。はい、次に HSP さんが落ち込んだ時に立ち直る方法についてお話ししていきますね。まず一つ目が、落ち込んだ気持ちを一度ノートに書き出すといったような方法です。自分が落ち込んだ後に少し落ち着いてきたら、自分の気持ちを冷静に知っていくということが大切になってくるんですよね。自分の気持ちを知る方法として効果的なのが、自分の感情を一度ノートに書き出すことなんですね。心理の世界ではそういったマイナスな感情を紙に書き出すということは、様々なトラウマを解消する効果とかストレスを軽減させる効果が認められている方法でもあるんですね。これは落ち込んだ気持ちだけではなくて、頭で思っていたことをそのまま紙に書き出しても大丈夫です。ここでのポイントとしては、5分やってみる、10分やってみると、そのように時間を決めて頭に浮かんだことをそのまま書き出すといったところなんですね。ノートはどのようなものでも構いません。でまたですね、ノートではなくて、そういったスマートフォンのメモ機能とかでも大丈夫です。そういった目で確認できる方法なら、どんな方法でも大丈夫だと思います。例えば人間関係のストレスが限界になっていたなと、そのように感じていたら、それをそのまま文字にして書いてみたりとか、まあ、イライラして落ち着きがなくなっていたなと感じていたら、それもそのまま言葉にして書いていくんですよね。でまたもう少しこう一人でゆっくりする時間を過ごしたいと思っていたなと感じていたりとか、まあ、そのようなですね、思いつくままのことを文字に書き起こしていくんですよね。ありのままの感情を書き出すということで、認知機能が高まっていく効果もあると言われています。感情に意識を向けて書き出すということで、自分の気持ちを一度離れたところから客観的に整理できるために、そういった効果があると言われているんですよね。でまた最近ではですね、今ここの気づきで注目されているマインドフルネスも効果的なんですよね。マインドフルネスもこう自分の気持ちに目を向けていく方法でもあるんですね。生産性向上のために Google とかそういった IT 企業でも取り入れられている方法なんですね。自分の気持ちを書き出す方法は、落ち込んだ時にぜひ一度試してほしい方法になります。はい、そしてこちらの HSP がホッとする7つの道具箱という本の中でも、マインドフルネスの実践方法を紹介させていただいています。ぜひですね、こういった本も参考にしてみてくださいね。 Amazon で電子書籍か紙の書籍か選んでいただけます。こちらも説明欄の方に URL を貼っておきますね。はい、次に HSP さんが落ち込んだ時に立ち直る方法の2つ目としては、自分が喜ぶ時間を過ごすといったような方法です。 HSP さんは周囲の人のことを優先的に考えているということで、自分が楽しいなとか嬉しいなと感じる時間を過ごすことができていない状態になりやすかったりするんですよね。落ち込んだ時の対処法としては、これはとても普遍的に言われてきていることだと思うんですけども、 HSP さんにとっては実は難しいことでもあるんですよね。自分の好きなことをするということは、一見とてもそのように簡単そうに感じると思うんですけども、上手にできていない HSP さんが多いんですよね。その理由として、自分の時間を過ごすことイコール怠けていると、ま
そのように感じているということもあるんですね。で、私自身もこう自分を甘やかしてしまっているように感じてしまって、うまくそういった休日を過ごすことができなくなっていた、そういった時期があったんですね。で、そうなるとその自分の好きなこと自体がよく自分でもわからなくなっていったりするんですね。 HSP さんとカウンセリングをしていて、 HSP さんからお話をお伺いしていても、最近仕事が忙しくて趣味の時間が全く取れていないんですよねと、そういったお話をお伺いしたりとか、周囲を優先して自分の時間を過ごすこと自体忘れていましたとか、そういったお話を HSP さんからよく聞くことがあるんですよね。まずは自分の時間を少しでもいいので確保して、好きなことをするということが大切になります。例えば音楽を聴くこととか、映画を見るとか、ドラマを見るとか、運動をするとか、自分が好きだな、楽しいなと思うことならどんなことでもいいとは思うんですね。で、ここで特におすすめなのが音楽を聴くことなんですね。音楽を聴くということは落ち込んだ時にとても効果的な方法になるんですね。で、ここで気になってくるのは、ではどんな音楽を聴いたら良いのかなといったところですよね。ここではですね、バラードとか少しその落ち込んだ気持ちに合う曲がおすすめなんですね。音楽療法という言葉を聞いたことがある方もいるかもしれませんが、音楽が人の心を落ち着かせる効果があるということは昔から多くの研究がされてきてるんですね。気持ちが落ち込んだ時にその気持ちに合う音楽を聴くということが良い理由としてはですね、先ほどお伝えしたその感情を書き出す方法と同じく、その自分の気持ちをですね、一旦こう客観的に見つめることにつながっていくためなんですね。多くの人はその気分がいい時とか楽しい時は明るいテンポの良いそういった曲を聴きたくなったりとか、落ち込んだ時とかはバラードとか静かな曲を聴きたくなると思うんですよね。そのようにですね、こう無理に気持ちを上げようとして明るい曲を聴くよりも、今のその自分の気持ちに逆らうことなくバラードとか落ち着いた曲をこう聴くということで、気持ちが徐々に回復していくんですね。はい、次に HSP さんが落ち込んだ時に立ち直る方法の3つ目としては、とにかく体を休めたりたくさん寝るといったような方法です。落ち込んでしまって何をするにもこう手がつかないなという時は、体を休めてまずは休息するということが大切なんですよね。一生懸命となっている HSP さんは休息を取ることをこう自分に許してこなかったために、無意識に自分を追い込んでしまって冷静ではなくなっているという時もあったりするんですよね。で、私自身も過去そのようにしてしまって、落ち込んでいる自分を見て見ぬふりをして頑張り続けてしまったということがあったんですね。無理に外ではこう明るく振る舞っていたりとか、笑顔を作ったりして心と体にストレスをかけすぎたということで、燃え尽き症候群となってしまったといったことがあったんですよね。限界を感じた時はひたすらにもう寝てしまうということもとても効果的なんですよね。感情を書き出すそういった方法をやる気にもなれなかったりとか、好きなこともできないというふうに感じる時は、もういっそのことをですね、もう好きなだけ寝て休むということが大切なんですね。ちょっとした仮眠でも良いと思いますし、いつもより早めに就寝しても大丈夫だと思います。一番良くないのはですね、そういったモヤモヤした気持ちで寝る時間が遅くなってしまって睡眠不足になることでもあるんですよね。寝不足になるとどうしてもそのストレスホルモンが多く分泌されて不安感が増えて、落ち込んだ気分の回復にも悪影響を及ぼしてきたりもするんですよね。まずは落ち込んだ気分を明日に持ち越さないためにも、体を休めて気分を回復させるということが大切になります。そしてこの燃え尽き症候群についても過去の動画でいくつかお話ししている動画がありますので、気になった方はこちらも見ていただけると嬉しいです。こちらも説明欄の方に貼っておきますね。はい、最後に少しまとめをお話ししていきますね。今回は HSP さんが落ち込んでしまう心理的な原因であったりとか、落ち込んだ時に立ち直る方法についてお話しさせていただきました。私も過去何度も落ち込んでこう毎日を憂鬱に過ごしていたってことがあったんですよね。大切なことは自分を追い詰めすぎないことだと思います。落ち込んだ時こそちょっとホッとする時間がとても大切になるんですよね。例えば動物の動画を見てホッとしようかなと、そのように考えて YouTube で動画を見てみたりとか、雲の流れる様子を見て少しホッとしようかなと思ったら、ちょっとこう空を眺める時間を取ってみるとか、そのように何か自分の心がほぐれるような小さな瞬間を日々の生活の中で実践していくということも大切になると思います。落ち込みやすい HSP さんは自分を追い詰めすぎてしまう、そういった傾向もあったりすると思うんですよね。周囲をよくこう観察できるということから、そういった他の人と自分を比べてしまって、今の自分では本当全然ダメなんだと、そのように感じてしまう HSP さんもいると思います。ですがどんな人にもこうやはりこう向き不向きというものもあったりしますよね。落ち込みやすいということは、それだけ物事をこう真面目に考えているということでもあると思うんですよね。
ぜひですね、今回ご紹介した3つの方法をどれか1つまずは試してみてくださいね。落ち込んだ気持ちを一度ノートに書き出してみたりとか、自分が喜ぶ時間を過ごす時間をちょっと取ったりとか、とにかくもう体を休めたりして、たくさん寝てみたりして、穏やかな気持ちを取り戻せるようにしてみてくださいね。はい、今回は HSP さんが落ち込む心理原因と落ち込んだ時の対処法についてお話しさせていただきました。今回も何か1つでもあなたにとって参考になったなとか、何か新しい気づきのきっかけになりそうだなとか、そういったところがあったらとても嬉しいなと思います。今回も最後まで動画を見ていただきありがとうございました。それではまた次回の動画でお会いしましょう。